日本大阪府大阪市安倍野区、長池町。長池町は、大阪府大阪市安倍野区にある町名。定番を持たない、単独町名である。安倍野区の南東部に位置し、南に、西田鍋町、北に桃も池町、西に昭和町、東に、東住吉区山坂と接している。当地には、2016年までシャープの本社が所在した。 南港通りの南側の西田辺町には、同社の田辺ビルが所在し、本社ビルと向かい合っていた。同社は、経営危機に陥った際、本社ビルをニトリホールディングスに、田辺ビルを NTT 都市開発に売却し、本社を堺市堺区、匠町に移転した。その後、田辺ビルはシャープが買い戻したが、本社ビルは買い戻すことができず、取り壊された。 2019年9月30日現在の世帯数と人口は以下の通りである。国勢調査による人口の推移、国勢調査による世帯数の推移、私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。なお、小学校、中学校入学時に学校選択制度を導入しており、通学区域以外に安倍野区の小学校、 中学校から選択することも可能。2016年現在の経済センサス調査による事業所数と従業員数は以下の通りである。ありがとうございます。